3人の選手を送り込みます。練習の合間には競技用のレオタードの仮縫い、いよいよ本番間近です。この人もちょっと短いんですけど、はい、これも瀬尾さんとも長く。女子体操の実力ナンバーワンは小菅麻里選手、16歳、バルセロナで入賞を目指します。もうすぐオリンピックだけれども、オリンピックに臨む気持ちはどんな気持ちですか？自分の演技を観衆の人たちに見てもらいたいっていう感じ。小菅選手の自宅ではバルセロナへの荷造りが始まっていました。小菅選手にとって海外遠征は慣れたもの、自分で全部用意します。オリンピック選手とはいえ高校生、学校の教科書も忘れずに持っていきます。あ、ちょっとそれ何？炭酸マグネシウム滑り止め。どこに遠征する時でも自分の手に馴染んだ滑り止めだけは手放しません。体操選手にとっては滑り止めは体の一部なんです。そしていつもカバンの中に入っているのがこのぬいぐるみ。お守りに持ってってねって言って、五輪のマーク、はい、3人姉妹の末っ子として生まれ、小さい時から元気いっぱいの女の子だった小菅選手。3歳から体操を始め、13年目で掴んだオリンピック代表の座、世界のひのき舞台に立つ時がやってきたのです。なんかこう見てて一番こう胸が痛くなるような。いや、痛くなるのはもう平均台、ね、まず平均台ですね、うん、それから2番目に平行棒。それはやっぱり落ちるっていうのが、そうですね、落ちるっていうのがありますから、10センチから外れると困る。この夏、小菅一家は彼女を応援するため家族全員でバルセロナに旅立ちます。